新宿歌舞伎町ラブホテルス連続殺人事件、1981年、昭和56年3月か6月にかけ、ラブホテルで3人の女性が相次いで何かに殺害された事件。結局事件はいずれも、公訴時効が成立。被害者の身元は今は分かっていないか。新宿歌舞伎町ディスコナンパ殺人事件。1982年、52年6月、家出中の女子学生2人が新宿ディスコで若い男に誘われ、千葉県花見川かな。まあ、なんかディスコブームの時ですかね。まあでも昭和60年も近いから、なんだろうな、ディスコブームからはちょっと時間経ってんじゃないかな。確かね、尾崎豊もね、この事件のことについてなんか言ってたと思いますね。その時の気持ちを歌にするっていうんで、ダンスホールっていう歌ができたんじゃないかな。確か。じゃなかったかな。歌舞伎町付近の中国人マフィア連続抗争事件。1987年、台湾マフィア同士の銃撃。大久保のマンションでもどうのこうの。ずっと来てんだね。すごいね。6年間ぐらい。6年間じゃないよ。16年間ぐらい起きてんのかな。13年、16年ぐらい起きてるわけですね。今の親中政治家たちとかね、日本の国立大学の軍事研究をする、提携する、中国の大学とね、提携してたりする問題もあるけども、中国との関わり方が変わってくるような、そういう一面かもしれないね。中国がだんだん変わってくる感じだよね、多分。なんかそういうのを想像しちゃう。富山人骨事件、1989年、平成元年、国立感染研究所、移転予定地から人為的損傷のある不自然な人骨35体が発見され、かつては陸軍軍医学校の敷地だったため、人体標本説やより出ました。よくわかんねえな。歌舞伎町ビル火災、2001年、平成13年に風俗店からね、火が
消防のね、なんか物が非常階段のところに置いてあって出なかったっていうのが問題になった事件ですね。新宿歴史博物館盗難事件。こんな博物館があるんだね。あ、水道局があるところかもしれないの、もしかしたら水道の関係の、それで入札がされていることが発見されて、どのなども、まあいいや、まあこんなのも最近2002年に起きたということですね。以上、新宿の歴史でしたと。そして背の高いビルが見えてきましたね。幹線道路、都庁の近くではないですかね。まあこんな住宅街の児童公園的な風景もあるような、そういうちょっと狭い道なんだけども人通りが多いような、そういう路地でございます。これはどう見たって都庁ですね。新宿の駅の近くまでやってきましたね。周りにはね、いろんなビルが建っていたりホテルがあったり、いろんな車が行き交っております。交差点ですね、赤信号待ちでございます。多くの人、車が行き交っております。なんか古めかしい石碑が映っております。昔水道局とかそういうのがあったような地域じゃないかなと思いますけどもね。商業施設でしょうかね。背の高い建物がずらっと並んでおります。路面はね、日陰っているんでしょうかね、ちょっと冷たい感じがしますね。ちょっと勾配が先がの上り坂になっているような、そんな、そして大きな交差点はですね、ゴミ収集車が行き交っております。ビデオの映像がないんですね。これは新宿付近のデパートとかね、そういうのがあるところじゃないですかね。花園稲荷神社と書いてありますね。赤い鳥居の色がね、生えておりますね。もしかしたらどっかにある。